今回、未来基金の採択者インタビューを企画しておりまして、俳優の有無翔吾さんにご登場いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。改めまして、はじめまして。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お話をいろいろお伺いしたいのですが、今日のインタビューの趣旨をざっくりここで説明させていただきます。はい、この未来基金の正式名称は舞台芸術を未来につなぐ基金という公益基金で、リターンがシンプルに領収書に寄付金の使い道助成先が公開されます。で、現在8月25日の最終日までに1億円を目指していて、その第1回の助成金が先日交付されました。で、私どもは交付先がどなたかっていうことだけを知ることができて、その中に天野さんのお名前があって、第1回交付を受けられたということで、ぜひお話をお伺いしたいと思ってお申し込みさせてご登場いただくことになりました。光栄です。ありがとうございます。で、もしちょっとこのインタビュー終わって、ご覧になっている方で興味を持ってくださったら、未来基金舞台で検索してみていただくと、今まだ募集の方を受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、続けて私ばかり喋ってますが、僭越ながら私の自己紹介からさせていただきます。はじめまして、ライターの大地陽子と申します。著書に舞台男子、舞台俳優を語るなど、若手俳優のロングインタビュー集を中心にエンタメなどの仕事をしております。拝読しております。 ありがとうございます。恐縮です。いや、素敵な。で、今回私基金の賛同人として参加させていただいて、いろいろお手伝いさせていただく中で、ぜひその賛同人の中に天野さんの名前を見つけたときに、これは私たちの寄付が、そういうどういうふうに役立っているのかっていうのをリアルにお伺いするいい機会だと思いまして、ぜひと思ってお願いしております。で、ちょっとさっきから読んでいますが、こういうインタビュー初なので、ゆるりとお付き合いください。というわけで、天野さん、自己紹介をお願いいたします。はい、天野翔吾と申します。僕は結構舞台とかミュージカルを中心に活動していたんですけど、最近ではやっぱ映画とかドラマとかいろいろ出演させていただいてます。で、今回の基金を利用させていただいて、新しい活動を始めましたので、そちらもご紹介できればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最近ですとキラメイジャーに。そうなんですよ。すごいなんだろう、映像のお仕事ですごい黒いマニキュアのなかなかいかついこう的で、映像のお仕事もされておられる中では、実はあれがドラマ初出演で。なんと、そうなんです。ありがとうございます。で、オーディションをこう勝ち取って、出演できたやつだったので、すごい。なんか、洋次郎君っていうけど。でも、それは。ね、しかも、ちょうどキラメイジャーも撮影がね、中心に一時期おられて、再開してすぐの放送だったので、なんかすごく嬉しいなと思っていて、まあ、あと私というか私は一番どこの作家をご覧になっているかというと、こうパンフレット出てきちゃいましたけど、弱虫ペダルで、しかも初登場の時だ。そうです。一番映るかな、映んないな。一番最初の頃のパンフレットなんですけど、はい、なんかそう、これでやっぱりお出になられた時にすごく衝撃的だったとか、もともとペダステ自体がかなり衝撃的な舞台ではあって、一番最初の舞台「弱虫ペダル」の時に、私たち一体何見せられてんだろうってサザンシアター。そうです。ですごくやっぱり体力も使うのに役を表現するみたいなところで。あれはちょっとそのお仕事のお話とかお伺いできたらと思うんですけど、いかがでしたか、参加。もともと4歳からピアノとダンスをしてたんで、まあ、体力に自信はあったんですけど、でも今まで出演したどの舞台の中でもやっぱペダルがダントツできつくて。でも逆にもう舞台出れたら多分他でへばることはないだろうなってぐらいこう体力と気力がつきました。あ、そうなんですね。前後するんですけど、もともとそういう踊るとか表現することがお好きであった。そうです。もうなんか僕がダンスを習ったきっかけもなんか家で僕が勝手に振り付けをして歌いながら踊ってたらしくて、なんかそれを見て母がこれはダンスやりたいんだろうなって思って、それで連れてってもらったりしたのが最初だったので、そこからその芸能の世界というかこういうお仕事をしようって思われた、はい、何かきっかけは、なんか最初はそれこそ8歳ぐらいの時に、はい、ミュージカルの子役枠のオーディションがあったり、あと NHK の「英語で遊ぼ」とかのダンサーとして出演させていただいたりしてたんですけど、でもなんかちゃんとお芝居を始めたのは13歳の時に「ガラスの仮面の」はい、企画展覧会みたいなのを世田谷文学館でやってたんですよ。でそこのイベントの一つで「劇団月影第2期生」みたいなそういう舞台をやるっていうことで、あで僕すごい漫画好きでもう愛読してたので、あ第2期生にならねばと思ってオーディションに参加したら受かって、そこで初めてお芝居をして。それからそれはなんかイベントでなんか上演をしたそうですそうです。なんか3回ぐらいその文学館の中にステージを作って、その劇団月影第2期生がいたらこんなだったのではっていう、面白い、すごい面白い。でオーディションの時になんかそれこそ「ガラスの仮面」の中にある台本を読ませてもらえたんですよ。なんか毒とかパックとか、はいうん、2人の王女とかいろいろ自分で選べたりして、まさに「ガラスの仮面」の中に出てくる作品を何されたんですか？僕は13歳ながら毒をやりました、ね、やっぱちょっとああいう闇、うん、っていうかちょっとダークな雰囲気など、そうすごい好きなんで、それで演じることが楽しくなられて、そうです。それであこういう道もあるんだって思ったんですけど、なんか結構その13歳ぐらいから高校生ぐらいまでって多分役者の中でも割と仕事が少ない機会なんですよ。中高生役とかは結構18歳とか上の方のでもやれるし、でも子役でもないしって感じで、だからしばらくはバレエとかダンスにずっと勤しんでて、で18歳の時に「空男の世界」っていう、これもそうさっきのガラスの佐藤さんですよね。私見てます。あ、すごい嬉しい。大山雅史さんじゃない、その前かな。そうでもその後なんですよ。あ、違う、その前のシャトナーさんが原案で成瀬優生さんが作演した舞台があって、そうか何回かされてますもんね。そうなんですそうなんです。それに出演させていただいたのがきっかけで。それがちょうど18歳ぐらいだったんですけど、佐藤さんの世界を知ってしまったんですね。もう虜でしたね。いや、そうちょっとご覧になってらっしゃる方を置いていきぼりにしちゃうかもしれないんですけど、私破壊ランナーとか見てて、すごく世界独特の世界観をすごい神羅万象、肉体だけで表現するってなんて人だって思いながらそう見ていた中にそうお出になられていて、でやっぱりペダルが一番あーってみんながなったところでご登場されて、しかも恐怖心なかなか独特なそうなんです。でももう恐怖心以外考えられないぐらいすごい合ってます、うん、僕の生き方に。いややっぱりその中でずっとシリーズ続けて出ていただけるっていうのがものすごく嬉しかったし、うんうん、ただねちょっとそのコロナのせいでいろいろなくなってしまったりそうなんですよね。あったりして。その辺はどうですか？そういうふうにいろんなお仕事されていく中で、このコロナ、まあ、楽しいお話ではないんですけど、2月から3月にかけていろんな舞台が休止になっていく中で、そのご自身としてはどんなふうに受け止めたというか。なんかもう本当に明日なくなっちゃうかもっていうのがすごい強くて、で現場でもすごいもうみんな先んじていろんな対策マスクだったりとかをしてたんですけど、でもどういう状況になるかわからないからもう毎朝こう劇場に行って「なんか今日発表あるかな?」みたいなドキドキしながら、だって結局でも千秋楽まで無事にみんな元気に迎えられたので、その時にやっぱ改めて舞台に出演させていただけることのありがたさをすごいかみしめました。それそのね DVD のリリースイベントがちょっと配信番組になられたりとか。そうなんですよね。そうあと、やっぱ自分の中で一番他にもあるんですけど大きかったのは、今年の夏に全国ツアー予定だった「4月は君の嘘っていう舞台があって、はい、それが中止になってしまったのが本当に悔しくて、東宝ミュージカルの新作オリジナル原案は漫画なんですけど新作ですよね。木村拓哉さん。そうですそうです。そっか。それもでもやっぱり歌のレッスンとかもずっと積んでこられて。はい、なんか実は東宝ミュージカルさんに出演させていただけるのが初めてだったので、そう、あ、オーディション通ったのにってまだ承知してます休止中、自粛期間中のお話をお伺いしたいと思います。で、私たちは中止という文字も私たちもたくさん見て、あ、この舞台も中止になっちゃった、この舞台も中止になっちゃったってなった中で、なんかこう俳優の方たちはもうそれこそ日々先ほど毎日これが中止になっちゃうのかなって不安な日々だったというところではあったんですが、その中でもどんなふうにお時間を過ごされていたのかお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、なんかそれこそ映画見たり小説たまってたのを読んだりとか、あとスタジオがその一人だけなら貸しますみたいなスタジオがあったので、そこに行ってこう歌の練習とか、はしていたんですけど、でも実はなんか今までちょっと置き去りにしてた生活をちゃんとするみたいなのをもう一回思い出そうと思って、舞台とかしてると結構生活が慌ただしくなっちゃってご飯とか結構おろそかになっちゃったりするんですけど、なんか改めてなんかご飯をちゃんと作って食べるとかなんかそういうやっぱ僕がいろんな化け物とかもいっぱい演じるんですけど、一応日本人間が多いのでやっぱその生活に基づく人たちを演じるためにそこの土台をちょっともう一回見直そうと思って、なんか毎晩夜ご飯を作るっていうことをしたり掃除をしたりとか、そうなんか本当に結構できることがどうしても少ない、映画館とかも閉まっちゃってたんで時期だったので、そのいろんな構想を練りながら、でもなんか生活について見つめ直して丁寧な暮らしを心がけてました。それもそれでなんかこういろいろな発見ですね。だからなんだろうここまで神経を行き届いた生活、指先までそのなんだろうなおざりになりがちな日常を見直すみたいな、そうなんか時間、家の中のことをきちんと、でも確かにちょっと違うんですけど、私模様替えが進みましたねそう大事ですよね。なんか結局すごいなんか変なことかもしれないんですけど、今回こうやってみんな一緒にまとめてコロナってものに振り回されてるけど、でも世の中っていろいろあるじゃないですか。病気もあればこう、ね、地球の変動があればなんか政治があればいろんなことがあるので、でもその中でもやっぱ生きていくことが大切だと思って、なんか日々生きている自分偉いなって思うようにしてたし、それこそ今待ってくれてるファンの子たちとかみんな本当に生きてるだけで偉いんだぞってすごい思いました。なんかすごくこう日々中止の文字をたくさん見てしまって、すごく約束されてる明日が当たり前だと思ってたものが来ないっていうことをこの3月から8月だからもう半年近いですよね。そのっていうのをすごく経験してしまって、なんかもう機会があれば見ようって思う中で何が一体できるんだろうって思う時に、私もこの基金のことを知って、なんかすごく演劇舞台全部を支えるそのスタッフさんも共済対象になるみたいなのもすごくいいなと思って、その何ができないかと思ったんですけれども、天野さんはどこで知られたんですか？でも僕もそれこそなんかもう特に本当そのペダルの舞台が終わってで3月4月とかはもう自粛とか緊急事態宣言とかもあったので、もう基本お家から出なかったんです。でもなんかできないかなってすごいずっと考えてて、でなんかそれでもやっぱ自分それをなんか後押ししてくれるものはないかなってことを探してた時にこの基金を拝見して、でなんかなんて言うんだろう、応援してくれるしてくれようとしてなんかメッセージを受け取れて、それが嬉しかったんですよ。その時ってどっちかっていうと結構舞台とかが矢面に立って、なんかなんで今この時期にするんだみたいなことを言われてて、ちょっと僕もおーってなってた時期だったので、こういう時にこういうふうな応援の形をしてくださるところがあるんだっていうのを知って、すごいちょっと前向きに歩き出し始められました。申請を、何でしようと、あれ多分活動に向けての申請なのですが、何を始められたのかお伺いしてもよろしいですか？はい、ちょうど同じように舞台がなくなってしまった役者とかもいたので、そういう子たちと何か活動を一緒にできないかと思って、僕もともとすごく漫画が好きだったので、漫画を俳優たちが朗読する姿を撮影するアクターズコミックという YouTube チャンネルを立ち上げまして、そちらの活動のために当てさせていただければと、応募させていただきました。すごいそれってご自身でメディアを持つというと変ですけれど、はい、媒体を1個立ち上げようと思われた。そうです。なんか本当になんていうんだろう、どういう状況でもできるものが欲しかったし、あとなんていうんだろう、じゃあ僕は今まで活動主だったのが舞台だったので、別に舞台の代わりになるものじゃなくて。メディア YouTube っていうメディアだからこそ楽しめるっていう、なんか制限されたものじゃなくて、なんかその先のメディアコンテンツを作りたいなって思って始めました。早速ではその画面、そのアクターズコミック運営されているというアクターズコミックの映像を少しありがとうございます。見ていただきましょう。どうぞ。もうこんな暗いところで急に出てくるなよ。さっき渡したファイルにメモ挟んどいたじゃん。この公園にいるって。驚かすとは書いてなかった。ごめん、次は書いて。気をつけるとこはそこじゃない。海さん、今日泊まっていい？珍しいな、いつも聞かずに泊まるのに。いや、今ので怒ったかと思ってそうだな、無駄な時間を過ごしちまった。やっぱ幽霊とは。待て、こそまだ話は。本当に見えないのか。そうか、ちょっかい出して悪かったな。何謝ってんだよ、見えないっつってんだろ。それともそれも罠か。謝るくらいならなんであんなに。何か話でもしようじゃないか。見えるやつは久しぶりなんだ。何がすごいって思ったかっていうと、自粛期間中にご自分の YouTube チャンネルを立ち上げられたり、ツイキャスを始められたりとか、 LINE ライブでトークみたいなものを配信されておられる俳優さんはすごくたくさんおられたんですね。で、それはそれで私たちは元気な姿が見ることができて、すごく嬉しかったりしたんですが、安藤さんのこれ何がすごいって、その作品を作ろうとしている番組であるみたいなことが素晴らしいなって思ったんですけれど。ありがとうございます。なんか実は僕も結構前から YouTube チャンネルとかと配信とかするかどうかって迷ってたんですけど、やっぱり自分は役者であると思うので、できるだけファンの方にもそのなんていう作品をお届けしたいし、自分がそう生きていろんな経験をするのってこう作品にこうちょっとこう下味をつけるためだと思ってるので、やっぱどうにかしてそういうお芝居できる場所を作りたかったんですよね。だからそれをこうコミックに合わせてアフレコして、そのアフレコの姿も見せてしまえみたいなところがすごく面白くて、あれはなんかそういう構想をいろいろ考えられ、ご自分でお考えになられたんですか？あ、そうです。なんか僕はすごく漫画が好きだから、はい、もうガーって読めちゃうんですけど、意外と世間には例えばなんて言うんだろう、アニメにならないと見れないとか、その原作はそんな知らないとかいう方が多くて、意外と漫画を読むのが難しいっていう人もいるんだなってこう割とちょっと知って、でその漫画動画っていうのが、ボイスコミックっていうのが最近結構流行ってて、その声がついて漫画のコマが表示される動画がで、なんかでもどうしてもやっぱアニメとかと違って、そのコマの表情とか動かないじゃないですか。それをもうちょっとこうなんて言うんだろう、役者が演じてる姿とかがあったらプラスしていろいろ想像力をかき立ててもらえるかなと思って。アニメ化とかされるためには結構の話数が必要だったり話題性が必要だったりすると思うんですけど、あとまあね、番組としての企画が、あ、そうですそうです。そうだけど1話だけだったら、例えば新連載でまだ単行本になってないものとか、ウェブコミックとかでもできるので、なんかいろんな作品とをなんか、まあ、メディアミックスされづらい作品とかにも。もできるかなと思って、でもその行動力がすごいですね。だって企画を持って著作権とかがあるわけですから、はい、出版社に相談しなくてはいけなかったりとか、はい、そういう窓口もご自分で。そうです。もちろんちょっといろいろ手伝ってもいただいてるんですけど、でも基本的には自分で初めて触ったんですけど、パワーポイントとかで企画書を作って。で、そう出版社の方にツイッターとか、あと本当もうなんて言うんでしょう、出版社さんのもと問い合わせ窓口とかでこういう企画あるんですけど、どこに相談したらいいですかとか言ってこう相談させていただいて、編集者の方とかとこうやり取りをしてってしました。なんかそういう経験をされて、ご自分でこう立ち上げるっていうのもすごい大変ではあったと思うんですけど、面白かったのではないかと思うんです。いや面白かったね。本当やっぱそれこそあんまりこう会社の方とやり取りとかしないんですよ普段。だけどするので、それこそいつもお世話になっておりますから始めて、引き続きよろしくお願いいたしますっていう、こうビジネスメールを書くのもちょっと自分にはあまりない経験だったんで、すごい楽しかったです新鮮。そして実際にその許諾が出たものに関してアフレコで収録しようみたいなものも多分ゼロから、もちろんそのお力になられてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもどういう画角にするかとか、どういうふうに撮るかとかっていうのも多分、ね、それこそ予算取りから全部ご自分で決められなくてはならなかったと思うんですけど。なんかそれこそ本当にできるだけスタッフさんの数とかをもう少なくしたいかったので。実はその収録はもう全部自分でやったんですよ。カメラもマイクもその役者さんのケアも。だからそのまあ2人この間はゲストにお呼びしたんですけど、1人ずつお呼びして、もうあともう全部撮って登録してっていうのを全部自分でやって。ご自分がアフレコしてるとこはどうして？はもうってもらって。それも自分で。なんかセッティングして、なんか最近のカメラってこう自分の方向をこうやって向けられるんですよ。画面モニターをそれをこう使って。ああ、そういうことか。すごいですね。すごい。編集もご自分でされてるんですか？しました。いやもう初体験だらけで。すごくその想像力も必要だし行動力も必要だしなんていうんですかね、発想の高みっていうと変ですけど、なんかゼロから1を立ち上げるみたいなのは素晴らしいですね。今4話。あ、そうですね。アクターズコミックとしては3個公開させていただいてて、で次のを作成できるように今準備を進めているところです。これを立ち上げられてから、基金に申請をされた。あ、でも同時くらいかな。なんかまあもちろんもともと企画はずっとしてたんですけど。これですよね。だからごめんなさい、一瞬お話取っちゃって、基金と関係なくその自粛期間に自分たちで何かができないかっていうことで動いておられたってことです。そうです。で基金を見つけて資料をつけて申請をされた。はい。すごい。この基金で8月25日以降に審査員の方が選定者の方が3名いて発表になってて、私たちどこのどなたがどんな風な物差しで選ばれてるか全然分かってないんですけど、すごく幅が広いんですね。スタッフの方もいらっしゃればそれこそコンテンポラリーダンスとか日本日舞とかそのいろんなところの中でそういう若手俳優の方の企画に対して基金の採択者になってるっていうことに今すごくそうなんだって思っていて、そうか。それって連絡が来るんですか？決まりましたよ。あ、そうなんです。もうだからまあ一応いろいろこう企画したけど、まあ、予算どうしようっていうところがすごいなんか自分の難しい話なんですけど、予算なんてほとんど立てたことないので役者側は。だからカメラはとりあえずどうしようとか思ってるところに決まりましたよって先にご連絡をいただけて嬉しかったです。本当夢を与えていただきました。それであれですね、一緒にやろうって言って出演してくださるその俳優の方たちがいてくださるのもすごく嬉しい。いや本当にやっぱこういう時期なのでやっぱり難しい状況だったり。負担かけたりとかもしちゃうし、それこそリハーサルとかもビデオ通話でやったりしたんですよ。ね、そもそも集まれない。そうなんです。だけど新しい企画だからまだ形がないものなんですけど、賛同してくれて出演してくれて、本当になんかすごい塞ぎ込んでもいたんですけど、そういうこの企画をやっていく中ですごい元気をもらえて、すごい幸せでした。もちろんそして見てくださった方たちからの反響もあったと思うので、だからそういうコミュニケーションもできたことをやっぱり先ほど言って一番最初になんだろう、舞台の代わりではなくご自身の創作物としてなんかすごく一つ形になられた。本当にもちろんまだ生み立てのチャンネルなんでよちよち歩きではあるんですけど、でもこれからも続けていきたいなって思える、それこそ新しくてすごい面白かったとか、あとこの漫画のファンだったんだけど、お芝居が良かったってご連絡とかコメントとかいただいたりして、これからもなんかバージョンアップさせて続けていきたいなって思える作品になりました。すごいすごく素敵だなと思ったのは配信することで他の方たちの仕事も生むというか創生することができて、作品も作っていけて、しかも声優の方の朗読とか、すごくいっぱい今朗読劇が増えてるんですけど、またそういうことと違くて、その生のアフレコしてるシーンが見れるっていうのもなんかすごい面白いなっていうか、その表情が先ほどおっしゃったみたいにその漫画のコマだからコマにその情感をつける役者の表情がまんま見れるみたいなのがすごく。僕もなんか編集してて、あ、こんな表情してくれてるんだみたいなのとかがすごい面白くて、自分でも思ってた以上にやっぱ特に舞台で活動してる俳優を今中心にしてるので、身振り手振りだったりとか、なんかなんて言うんでしょう、もちろん声優さんたちとは芝居の仕方が違うんですけど、あ、でもこれは新しい俳優の楽しみ方になるなって感じがしてドキドキしました。すごくいいお話を伺えていて、あとやっぱり同じ舞台に出てると相手のシーン、まあ向かい合ってないと分かんないですよ。観客の皆さんの方向いてセリフとかおっしゃってたら、それはすごく発見だったのかなって、天野さんにとってもその見て編集するってあんまり。そうなんです、ちょっと恥ずかしかったんですけど、自分の何を OK カットとするかみたいなのとかすごい恥ずかしかったんですけど、あ、でもなんかそういう意味ではなんだろう、ディレクターもやってプロデューサーも経験してみたいな、本当にそんな感じですね。うん、すごく素敵な試みに、その採択したで届けられた助成金がその使っていただけてるっていうお話が伺えて、なんかすごく今日お話伺えてよかったなと今ものすごく思っています。なのでやっぱりその私たちもこれはもう言ってもせんないことですし、みんな望んでることなんですけど、また舞台をね、普通にっていうかもう当たり前がちょっと失われてしまっているので、見れる日が戻ってくるといいなと本当に思っていて、またぜひ舞台に立つお姿も見せていただけたらと思います。ぜひ僕も楽しみにしてます。またオーディションで勝ち取ります。ぜひすごく楽しいお話を伺っていて、私が楽しくなっちゃってて役得だなって思ってるんですけど、本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。改めまして最後にちょっとこの番組をご覧になっている、まずは同じような自粛となってちょっとやるせないお気持ちになっている俳優の方もたくさんいらっしゃると思うので、そういうその同胞というか仲間というかに向けて一言。とご覧になっている応援してくださっている方に一言ずつお願いしてもよろしいでしょうか。はい、僕なんかが言うのはおこがましいかもしれないんですけど、本当に今普段とは違う状況ではあると思うんですが、まず多分ファンの方含めみんなが望んでいるのは元気に過ごしていただくことだと思うので、ちゃんと栄養をとって適度に運動して生きていてください。で、もし心に余裕ができたら、今でもそれこそリモート演劇だったり、あと練習だったり、いろんなものが始まっていると思うので、ぜひドアを叩いてみてください。ちなみにアクターズコミックはアポーさんのところにご連絡すると、出たいなと思われる俳優さんはなんか出していただけるんですか。もうそれはとても光栄です。ちょっとP が頑張ります。それこそ俳優の方も、あと例えば宣伝したい漫画がある漫画家さんとかもいつでも募集しておりますので、それはアモーさんの公式ホームページとかと連絡先。はい、それでも、もしくはアクターズコミックにもツイッターアカウントやメールを公開してますので、そちらでも。でもそれすごくいいですね。宣伝したい漫画があってそれを俳優さんが読んでくださるで YouTube に上がってってで俳優さんはお仕事になるし、漫画は宣伝になるし、私たちは作品が見れるっていう、すごいいいですね。素晴らしい。もうぜひ編集の方はどうぞうちの漫画を宣伝したいぞっていう方とか出たいぞ。あとファンの方で、アクターズコミックに私の好きな俳優さん出ていただきたいなって思ったら、じゃんじゃんリクエストをお送りしていただきます。ぜひお願いします。でですね、あとはファンの方にぜひ一言いただけたらと思うのですが。はい、今こうやって活動を徐々に再開できていること、そしてアクターズコミックっていうものを立ち上げられたのは皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。これからもどんな状況でも頑張って活動していきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。そして最後に、この未来基金が8月の25日まで募金を募集しておりまして、で実は公益基金なのでこれが8月25日に1回終わるんですが、基金としての活動は続いていくんですね。でずっと応援寄付をそのまま助成金として回し続けるっていう活動なので、まず第1回の助成金を受け取られたお一人として、その意義というか未来基金について一言いただけたらと思いますが。はい、なんか今まで演劇だったりこういう舞台芸術ってものが結構皆さんとちょっと遠いところにあったのかもなっていうのを改めて感じさせられたんですけど、今回こうやって基金を利用させていただいて、皆さん応援してくださる方がいて、それをいろんなところに広めようと活動してくださる方がいることにすごくとっても温かい気持ちになりましたし、励まされました、背中を押されました、今後も皆さんの力が舞台芸術を支えていくと思いますので、これからもよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと長い時間最後までお付き合いいただきまして、本当に初めてお話を伺ったんですが、すごい楽しくお話できたので、天野さん本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しかったです。アクターズコミックや舞台映像などこれからも活動を続けてまいります。皆様の応援してくださること、忘れないでいただけること、それが本当役者として一日一日一歩進む勇気になります。これからもどうぞよろしくお願いします。もう正午もどうぞよろしくお願いします。じゃあ失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございます。お疲れ様です。